やっぱこれフォールバイトね。あ、ちゃう。ここ何？いらっしゃい。はい、ポイント到着しました。やってみます。まず、まあ1投目で潮もわからない、船の流れ方もまだちょっとわからないっていう感じなんで、とりあえずセンターバランスのスローのジグ、サーディンウェーバーから僕の一番ドセンターの、まずいつもこれがパイロットルアーになるんで、まずこれからやってみます。リーダーはね、40ポンドで、メインラインは P2 号、MX4 で、竿はモーティブの、B610 の3で、リールは、押し味が2押し味側の 1500HG。 まずこれでやっています。まず海の中を見ます。浅いな。とりあえずね、底ふわふわ、底ふわふわしながら上まで普通にワンピッチでしゃくって、潮目だったり潮の重い場所をまず探してますけど、多分何もないです。一定今は、さっき1回早くワンピッチで巻いて潮を見たんで、ほとんどまとまってます。あの二枚潮とかどっかに潮目があるわけじゃないんで、次刻んで、まあ1回転リール1回転を1と数えながら棚の把握、どこで当たりが出るか、それを刻みながら、だいたい1回転90数センチなんで、1回転で1メーターで、水深が36メーターなんで、どれぐらいかな、20回何し25回ぐらいまで、その棚泳いでるか分かんないんで、まず魚の泳いでるレンジを把握したい。